こんにちは、粟田洋介です。もうすぐ猫の日ですね。なので、猫の絵を描きたいと思います。今日はこの小さい額に入れる小さいキャンバスに絵を描きました。額はこうやって色を塗ったんですけど、こういう色を塗ったので、これに合う絵を描いていこうと思います。うちにはこういう毛の長い猫がいるので抱っこされるのやみたいですね。毛の長い猫がいるので、なんか最近は毛の長い猫の絵を多く描くようになりました。身近なものって無意識に絵にしちゃうんですよね。こんな絵が完成しました。これはこの額に入れて完成です。このミニフレームの絵はお家の壁の狭い部分に飾ったりできてとてもいいです。私はこういう壁の細くなった部分の飾り付けにしたりしています。その他お家の玄関とかトイレの壁とか車の中に飾るなんて方もいらっしゃいました。それから職場のデスクに飾ってテンションを上げるという方のお話も聞きました。なんか小さいミニイーゼルみたいのに立てかけてもいいし、あとこういうの持ち歩いてお出かけ先でこの絵を見て楽しむっていう人もいらっしゃいました。前に大きい絵のメリットっていう動画を作ったんですけど、よかったらそちらもご覧になっていただけたらと思いますが、大きい絵じゃなくて小さい絵にもお値段がお手頃っていう以外にもたくさんのメリットがありますよね。ということで今日は猫の日、猫の絵を描いてみました。ご存知の方も多いと思いますが、2月22日は猫と一緒に暮らせる幸せに感謝して、猫と共にこの喜びをかみしめるという日なんだそうです。だとしたら私にとって毎日が猫の日なんですけど、なんか猫の日というものがあるということ自体が私は嬉しいし、その日を作った人たちに感謝しています。皆様は猫の日どのようにお過ごしですか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではお家に猫がいらっしゃる方もいらっしゃらない方も素敵な猫の日をお過ごしください。今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。